はい、皆さんどうもこんにちは、ひろしの隠れ家です。山形県の暮らす40代私ひろしの趣味や生き方をさらすそんなチャンネルになります。今日のひろしの隠れ家は後ろにあるひろしのウイスキーコレクションをご紹介するウイスキーラバーシリーズになります。今日ご紹介するのはこちら、じゃん、イエローストーン。こちらをですねご紹介していきたいなと思います。こちらはですねバーボンウイスキーになります。それではですねまず情報から、イエローストーンはアメリカワイオミング州にあるイエローストーン国立公園を冠したバーボンウイスキーです。1865年 J.W. ダントの創始者のジョセフ・バーナート・ダント氏が製造、しばらく名前がなかったのですが政府登録第1号となった国立公園のイエローストーンを冠することに許可をもらい販売を開始。その名前が功を奏しアメリカ西部を中心に人気が広がります。こちらはグレンモア蒸留所の原酒が使われているイエローストーンだそうです。2010年にライムストーン蒸留所で新生イエローストーンが誕生しているそうです。はい、ということですね、こちらのバーボンウイスキーはですねあの J.W. ダントっていうバーボンウイスキーを生み出した方が作ったバーボンウイスキーなんですね。そしてねこのイエローストーンは、こちらのねイエローストーンは現在はもう終売になっているそうです。でね、なんかすごく難しいんですよね、調べてみると。で現在はね新しいオーナーの下でライムストーン蒸留所で作られた原酒を使って新しい新生イエローストーンが限定でねあの時期によっては発売されているようですね。こちらのイエローストーンはグレンモア蒸留所っていうところで作った原酒が使用されていて、今最近こう限定で発売されているイエローストーンっていうのはライムストーン蒸留所で作られた原酒が使われているということで、だから中身がね結構その蒸留所が違うらしいですね、同じイエローストーンでもという情報らしいです。でですね、こちらはですね山形県の酒屋さんでたまたまね発見して購入させていただきました。でねこれ裏を見ると見えますかね、見えるかな、三井物産さんが輸入しているバーボンなんですね。でこれを見た時に三井物産が輸入してるなんて珍しいなと思う。今時三井物産多分あまり名前をねウイスキーとかで見ないので多分結構古いものなんじゃないかなと思って購入したんですよね。で調べたらやはり結構なねオールドボトルで、まあやっぱりなと思ったんですけども、このね裏ラベルとかを見てどこがね輸入しているのかなと見ると結構ね時代が分かったりするので、ぜひね購入するときはねこの裏ラベルの輸入業者がどこなのかっていうのを見るとオールドウイスキーなのか現行品なのかの判断材料になると思うので、ぜひですね輸入業者の少しこうどういう輸入業者が昔あったのかとか今はどこが輸入してるんだっていうのをちょっと勉強すると、買うときにねオールドボトルか現行品かの判断材料にぜひなりますので、ぜひねそちらの方を覚えていただくといいんじゃないかなと思います。ですね、こちらねお値段は大体2500円ぐらいで購入しました。で容量は 750ml、 アルコール度数はね43度になっています。そんなねちょっと若干オールドバーボンウイスキーなんですけども、こちらをですね早速飲んでいきたいなと思います。はい、それではですね早速こちらのイエローストーンを飲んでいきたいなと思います。蓋はプラキャップのスクリューボトルになってますね。お、色味はですねこのようにちょっと濃いめの琥珀色になってますかね。早速飲んでいきます。はい、それではまず香りから。おお、なんか香りはですねなんだろう、ちょっとね甘い感じの香りと
っと樽っぽいのかな、ちょっと渋いような感じの香りがあります、うん、はい、では早速いただきます。あ、うん、うんうん、味わいはですね、なんだろうな、渋みがね第一印象ですかね、うん、結構後味はドライな感じでこうスーッとなくなっていくんですけども、最初の一口目というかアタック感はね、もう渋さが先に来て、ちょっとねバニラっぽいような甘さ、ちょっとカラメルを焦がしたような甘さというか、そんな感じの甘みがあるような味わいになっていますね、うん、でもこれねすごくとてもいい感じの美味しさだと思います。はい、うん、なんかバーボンっぽい味ですね、確かに、はい、美味しいですね。でこのねイエローストーン、結構何年か10年以上前の多分ボトルだと思うんですけども、このね少しねちょっと焼けたようなラベル、これもね味があっていいですよね、年季を感じると言いますかね。でラベルのデザインもね、なんかこう昔っぽいというような感じで、なんかとてもねなんかいいなーという、このデザイン今なかなかこういうデザインのボトルないですからね、いいなと思います。でねこちらのこの絵わかりますか、この絵なんか若干ねちょっとこう物騒な絵に見えるんですけれども、実はねこちらはですねイエローストーン国立公園で有名な間欠泉の噴火の様子を描いたものになってます。これねこれ間欠泉からが噴火してこう蒸気がファーッと出てるような絵なんですね、本当はね。すごくあのこちらのね映像を見てもらうと分かるんですけど、間欠泉のこのねすごく綺麗な間欠泉なんですよね、こう七色というか、こんなね間欠泉なかなか見たことないですよね。で本当にねこういう美しいものにはこういうね噴火するようなトゲがあるということでね、面白いですね、はい。しかしね本当にこの山形県にはねいろいろこういう珍しい古いお酒もねまだまだありますね、はい。まだまだこんな感じでねいろいろなお店巡っていきたいなと思っております、はい。ということですね、今日のひろしの隠れ家はバーボンウイスキーのイエローストーン9ボトル、こちらをですねご紹介させていただきました。ではまた。